こんにちは。今日は朝7時に秦野に集合して宮沢さんたちとトレーニングに行きました。周りを囲っている山並みがとても綺麗でした。それではトレーニングへ出発したいと思います。その前にみんなの集合を待つ間に自分の自転車を見てくれるおばたをお届けします。トレーニングスタート。今日は午前中で練習を切り上げる予定だったので先週よりは短いですが同じ方向へスタートしました。トレーニングの最初と最後に通る数キロの街中以外はとても走りやすい道が続いています。ウォーミングアップを済ました後はかなり集中してトレーニングをしていたので動画を撮るのを忘れてしまいました。1時間半ほど走って最初の給水ストップです。気温も高くかなり蒸し暑い1日でした。宮沢さん特製のカツサンドを食べて帰り道へ。行きとは少し違うルートを使いながら集合場所へと向かいました。雨が降り出す前に約4時間集中してトレーニングすることができました。今日の動画が良かったなと思ってくださる方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それではまた。